オーストラリア長生バトは、オーストラリアやニューギニア島に自然分布するハトメハト科の鳥類の一種。東南アジアの長生バト及びインドネシアの澄んだ長生バトの近縁種である。最近まで3種は単一種として分類され、英名ではピースフルダブ、またはゼブラ、ダブの名で知られる長生バトジョピリアストライタとされていた。本種はタスマニア州、ビクトリア州南部、 オーストラリア南西部を除き、オーストラリア各地で見られる。しかしながら、本種の生息範囲は移入されたカノコバトとの競合のために縮小している。ニューギニア島において本種は主に島の南部に見られるが、また、北部のいくつかの場所やある諸島にも生息する。オーストラリア、ビクトリア州本種は相対的に小さな鳩で、全長19から21センチメートルである。 オーストラリア長商場とは、桃灰色の胸と縞模様のある灰褐色の翼を持つ。黒色の細い縞が首及び、五頸部の周りにあり、背につながる。目は、灰色を帯びた白色や、青灰色のリングに囲まれており、くちばしとろを、膜の合わさる部分へと細く伸びている。幼鳥はより単色で縞が少ない。また、リングは鈍色である。あと首は、 後首の歯衣が横島であるという点でベニカノコバトに似るが、ベニカノコバトは、オーストラリア上昇バトのような、島状の喉の羽毛を持たない点で異なる。さらに、後首の歯衣は、ベニカノコバトの鮮やかな同色に比べて色彩は、肺褐色である。オーストラリア、ケアンズ鳴き声は、高い調子で、ドゥードゥルドゥアップや CEOCEOO、クルー。 オーストラリア朝廠場とは、津害や群れ、集団で生息する。地面で採事し、街路や庭で一般的に見られる。また、低木地、ソリン、水路、車両基地、タウリンの端にも生息する。地面で採食していない時は、木に止まっているのが見られる。素早く、波状の翼道で飛翔する。飛翔時には、翼が、FRRR という音を立てる。 繁殖はオーストラリア南部では10月から1月にかけて、オーストラリア北部では3月から6月に見られる。巣は木の横への分子に作られる。2個の白い卵を産む。繁殖期においては他の鳥に対して非常に攻撃的になる。ありがとうございます。